You're listening to Shibuya Cross FM. さあ、今週も始まりましたカラフルスタイルクロス、この時間からお送りしていきます。番組のメインパーソナリティを務めるなちです。みきです。はい、ということで今週はみきの週になります、はい、ね。なんか渋谷というか、うん、まあこの辺ね、うん、都内全体的なんだと思うんだけど、うん、急にね雨降ってきたね。さっきまで、ね、そう、結構天気良かったなっていうか、ね、いや暑かったよね。今日は暑かった、うん、か昨日一昨日とその前ぐらいがね、うん、本当に寒くてね。なんかね、そう、もうなんかね、あの1月とかに来ているようなあの南極南極ってどういうこと？とかに行けそうなぐらいのコート、あー、びっくりした。そう、なんか中がね、熊の毛皮みたいになってる、あったかいのがあるんだけど、裏起毛ってやつじゃない？それ、まあ、そうそう、裏起毛だよね。そうそうそう、何よ、そういう専門用語だよ、知らないけど、うん、そう、起きてるんだけど、それでもすごい寒くて、うん、そう、あの骨の髄まですごい痛いぐらい、本当に、え、ない？そういうの、骨の髄まではないけどさ。だからほら、おばあちゃんとかがさ、よくあの、うん、雨降って寒い時は関節痛がするっていうじゃん。古い傷が痛むね。あ、古い傷がね、痛むのがね、うん、でもなんかこの、何、手のこの、うん、太い骨、ちょっとよくわかんない、なんだな、あなたの具体的ちょっと太い骨本当に痛いなと思ってさ、ちょっとね、なんかあったの昔？何もないよ、あの全身の問題だからさ。そうそうそう、多分骨髄の問題かもしれないけど、ちょっとお風呂入って、もうちょっと栄養とか取るようにはしようかなと思ってくださいどうでもいいわよ。本当にね、今インフルエンザとかね、かなり流行ってるから、うん、ね、まるでも引いてる人とか、寒暖差がね、結構あるから、うん、体調の変化にも結構気をつけないと。そうそう、いけないと思う、ね、うん、これからもっともっと寒くなってくるからね、うん、もう今日は暖かかったけど、多分ね、夜今雨降ってきたからもっと寒くなると思うし、うん、ね、そうだ ね、本当にね、あの年を越す前にね、風邪ひかないように、うん、皆さん気をつけてください。はい、ということで早速番組スタートしていきます、はい。この番組は LGBT×〇〇をテーマに、セクシャリティや業界のジャンルにとらわれない多様なゲストさんを迎えしてトークライブをお届けする番組です。人の数だけ存在する生き方や幸せの形、個性豊かなゲストさんのライフスタイルを通して、未来をより明るく、そして明日がもっと楽しくなるようなスパイスをお届けいたします。 LGBT というのはレズビアンやゲイといった同性愛者の方、男女どちらも愛せるバイセクシュアルの方、生まれ持った性別とは違う性別で生きることを望むトランスジェンダーの方など、さまざまな性のあり方を持つ人たちの頭文字を取った総称です。この番組ではですね、随時メッセージを募集してますので、ぜひ感想ですとかご要望、そしてゲストさんへのご質問などをお送りください。メッセージの送り先は info@shibuyacrossfm.jp までお願いします。続きまして、番組スケジュールです。この後にレギュラーコーナー、今週の気になるトピックがあります。こちらのコーナーでは LGBT 関連のイベントやセミナー、雑誌ニュースなど、さまざまな情報ですね、ご紹介していきます。はい、続きましてゲストコーナー、クロスフレンズです。こちらのコーナーでは個性豊かなゲストさんを迎えしてトークライブをお届けするコーナーとなっております。本日お越しいただくゲストさんなんですが、はい、シンガーソングライターのジーニーさんと、はい、あともう一方ですね、一斉さんをお迎えしてお話を伺っていきたいと思います。なんかね、すごい仲の良さそうな、うん、そう、楽しい方ですね、はいはい、楽しかったですね、これからだからね、まあ、そう、楽しい方です、方ですね、そう、まだあの格言ではないね、はい、これから始まりますから、はい、ね、LGBT って何とか自分には関係ないって思ってる方もまだいらっしゃるかと思うんですけれども、そういった方にも聞いていただけることで、より素敵な人間関係の構築につながっていくと思いますので、ぜひ最後まで聞いていただけたら嬉しいです。カラフルスタイルクロスはこの後7時50分までの生放送です。この番組はライフネット生命の提供でお送りいたします。ここでライフネット生命よりご案内です。あなたに万が一のことがあったとき、現在の国の制度では同性パートナーの保障は不十分な場合があります。日本では同性パートナーの法的な婚姻関係はまだ認められていません。同性カップルを結婚に相当する関係として認め、同性パートナーシップ証明書を発行する自治体も増えてはいますが、同性パートナーは財産相続をはじめ、さまざまな場面で制約を感じることも少なくありません。そこで万が一の時に残されるパートナーのために生命保険で備えておくと安心です。
ライフネット生命では2015年11月8日から同居期間など一定の条件のもと同性のパートナーを死亡保険の受取人にしていただくことが可能となりました。同性パートナーの方を死亡保険金の受取人に指定する場合、本人確認書類などの手続きに必要な書類に加えて同居の事実を確認するための住民票、当社所定のパートナー関係を確認する書面のご提出が必要となります。これからの人生を共に過ごしたい、心からそう思えるパートナーを得て2人で新たなステージへと歩み始めたとき、気になるのがもしもの時のこと。詳しくはライフネットレインボーで検索してみてください。お送りした曲は浜崎カレンで Your Smile でした。午後7時からお送りしておりますカラフルスタイルクロス、渋谷市ダックス1階のスタジオより午後7時50分まで生放送でお届けいたします。続きまして、今週の気になるトピックのコーナーです。本日ご紹介するのはこちら。はい、来年新設の埼玉県吉川市
うん、吉川市立吉川中学校、はいはい、性別関係なく制服の自由です。すごいですね。そう、吉川市教育委員会は来年4月に開校する市立吉川中学校で制服のスラックスやスカートを自由に選べるようにする LGBT など性的少数者への配慮が理由で、同市立中学校では初めての試み。女子の制服にスラックスを取り入れる働きは各地で広がりつつあります。市教委によると吉川中の制服はブレザー、スラックスと男子用と女子用があり、うん、男女共通のネクタイとリボンも自由に組み合わせが可能で、うん、男子がスカートを選ぶこともできるということです。で、市教委は昨年7月から教職員や保護者らによる検討委員会を立ち上げ、制服のあり方を協議してきたみたいです。で、通学区域の小学校の保護者や教職員を含めた約940人にアンケートも実施、女子も スラックスを履けるようにしてほしい、トランスジェンダーだけではなく、誰でも自由に選べる制服がいいなどの意見が上がったといいます、で、県外では、東京都中野区、世田谷区が今年4月から全区立中学校で、女子用スラックスを採用。で、千葉県柏市立柏の幼虫の、もう昨年4月から自由に制服を選べるようになっているそうです。結構広がってるんだね。で、あの柏の幼虫の取り組みを参考にしたいという吉川市教委の担当者は、多様性を認め、他の私立中学3校でも選択の幅を広げる方向で見直ししていきたいと話しているそうです。柏の葉中でってことで、ね、柏の葉中です、ね、ごめんなさい、失礼いたしました、はい、そうですね。 でもすごいね、なんか前にもそうなの、制服が結構多様性というかさ、自由に選べるようにっていうので進めてる、もう取り組んでるさ、学校があるっていうのは知ってたんだけど、またね、新しくどんどん取り入れてるんだなっていうのにね、ちょっとびっくり。もしどっちでも選べたらって言ったらどっちだった？でも私はスカート派かな。でもね、そのスカートの下にジャージのさ、長いのとか着てたりしました。ちょっとよね、その流行ってた、流行ってたっていうか、そうだよね、私どっちも履きたかったな。わかる。だってもうなんかおしゃれとか関係なく、単純にも冬のすっごい寒い時はズボンがいいって思ってたと思うから、なんかそれこそさ、その最初に選んだどっちかをずっと使い続けなきゃいけないとかじゃなくて、使い分けができるっていうのもさ、それってね、いいよね、メリットだよねと思うし、実際その競技があった中で、その声が上がったっていうのもね、すごいなんか前向きというか素敵だなと思ったから、なんかね、全国でどんどん広がっていってほしいなと、本当にもう、それこそLGBT って特に、ね、トランスジェンダー当事者の方とかもそうかもしれないけど、別になんかそれってセクシャリティだったり性別に関係なく、ね、みんなが選択できるのってすごく、ね、自由でいいことだと思うからね、どんどん広がっててもらえたらいいなと、ね、はい、もうニュースでした、はい、では早速ゲストさんのコーナー入っていきたいと思います、はい、それではお聞きください。2曲目です。
りした曲は八方不美人で罰を喰らえ愛ででした。午後7時からお送りしておりますカラフルスタイルクロス、渋谷市ザックス1階のスタジオより午後7時50分まで生放送でお届けいたします。続きましてゲストコーナークロスフレンズです。本日お越しいただいているゲストさんはシンガーソングライターのジーニーさんと一斉さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お久しぶりですね。お久しぶりですね。私伊勢さんとはね初めてですけど、はい、結構2年ぶりぐらいですよね、はい、2年ぶりぐらいです、ね、いやいやもう元気でしたか。もうこんな寒い中で来てもらって元気です。元気です。ねえその後まああのね忙しくされてたんじゃないかなと思うんですけど、はい、ねライブとか結構大変でしたこの1年とか。そうですね、なんかもういろいろありましたね。いろいろありました。結構2人でライブすることがこの1年、はいはいはい、そうですね。ああねねなんか2人はその仲いいんだろうなっていう感じなんですけど、うんはい、なんかどういうきっかけで知り合って、今彼これどのくらいの付き合いになるんですか。1年半ぐらいかな。出会いは道端だよね、うん、そう道端で道端で拾われた。自分があるライブの終わりに、はいはいはい、こう道でこう3人ぐらいで歩いてるときに、うんまあ、向こうから2人来てて、そのうちの1人が彼女で、うん、でその自分が一緒に歩いてた人と、うん、彼女と一緒に歩いてた人が知り合い で、うんうん、あでそこからなんかご飯行こうよみたいな、はいはいはい、歌関係の人だったんですけど、そこから、うんうんそうですね、ご飯行ってからカラオケ行ったりとかして、うん、あもうじゃあ完全にそっかご飯、まあ、飲みながら語って、うんうん そこでもう意気投合そういう感じ、すごい運命的、ね、運命的だよね。なんか共通点とかすごいはみたいなのあったんです。最初は、うん、チャラかったんだよね。チャラかったの最初はチャラかったって言って悪いかもしれないけど、あの髪の毛の、ね、色とか結構パンチ強い、ね、あ確かにね、うん、なんか一時期ピンクとかもやってた、うんね、派手髪が派手髪じゃなきゃ嫌だって思ってる時期があって、まあ、今もできればしたいんですけど、なんかすごいちょっと落ち着いた大人一応コンプラを考えるようになりました。大人の話。あ、そうなんだ。いや、わかんないですけど、この2年で変わったことに、全然わかんないですけど、コンプラって何って感じですけど。まあ、でも最初に会った時、ね、確かに、うん、髪型はパンチ効いてた感じは。確かに確かに、なんかちょっと第一印象クールな感じ、うん、だからそう、ねうん、そうなんか一斉さんからしたらどうですか、うん、ジンギさんの第一印象。近づきにくと思った最初。えでもそのなんか一緒にそのカラオケとか行った時に結構自分 の, その好きな曲であったりとか、はいはいはい、なんか歌い方がすごい好きだったんですよ最初。で、ね、でもっと声楽あそうですよ、うん、私はちょっと声楽をずっと自分に好きで独学で勉強してたので、うんうん、それでオペラのねカラオケで歌ったりとかしてオペラ酔っ払って良いんですよ。でもう自分鳥肌立ってその時、でなんかこの子ちょっと仲良くなっていきたいなとか思ってて、じゃあもうなんかいい意味でヤバい人だみたいな、いや思ってました本当に。ね、あれ14歳ぐらいからでしたっけ。なんかそうですね、そうですね、いや独学でってすごいですよね。本当にあの時ほどもう頑張れないです今。体がガタガタしてまだまだ早い、まだまだ早い、ちょっと集中できない。いやいやいやまだまだ生きていかなきゃいけないからこれから、ね、でもなんか結構あれですか、もう自分の、まあ、無理はせずにこう今楽しく2人とも、ね、音楽活動されてて、ね、やってるよね、っていう、ねうん、一緒になんかこうねステージに上がったりってすごいいいですよね。うんうん、初めてライブ一緒にやったのっていつだっけ。でも最近じゃない、最近の割と今年入ってから。そう今年の5、6月あたりだと思う、あ、そうなんだ。ちょうど渋谷のね、あの R ラウンジ、あれが最初じゃなかったっけ、R ラウンジっていうところで一回やらせてもらったのが最初で、まだ一緒にライブして多分半年経ってないかもしれない、そうですね、そんなレベル、そんなレベルです。すごいね、期間とかね、1年半って思うとこんなに仲良くなるっていうのがあるね。服装もなんか寝る感じだもんね。でもなんか皆さん想像してる1年半の中に多分ほぼほぼ1週間のうち4日ぐらい合ってるんです。すごい。学生時代とかのバイトよりも多いみたいな。バイトより多いぐらい合ってて、一緒に曲作ってみたりとかももちろんしたりするし、で会うとやっぱりこうバーッと長い時間会うので、うん、例えばうちに来てもらって、うん、
曲一緒に作ったりとかもするんですけど、もう夜中中ずっとオールで作ったりとかするので、一緒にいる時間はすごい長いよね。めちゃくちゃ長いですね、多分。じゃあそれこそ泊まり込みでみたいな時も、あ、もう本当に本当に、もう全然、なんなら3分の1ぐらいそうなんじゃないかと思う。そう、確かに確かに。寝ないで曲作る、まあでもそんだけ集中しちゃってもなんかアドレナリンが、やっぱ集中力なくなって、そうそう、集中力がなくなって、お酒に走りがちなとこあるんで、でお酒飲んでちょっととりあえず缶中飲もうみたいな、で、お酒飲みながらノリで作った曲が案外一番いいんだよね、周りからは評価良くてとかがあって、なんかね、気になってたのは、なんかどういう時にその曲ってこう作れるんだろうというか、歌詞が降りてくるとか思ってたのが、まあ一つがその、なんてお酒飲んだ時にっていうね、のは。でもお互いに何かそういうタイミングみたいなのあるんですか、この時。まあ、私は結構まばらですね。なんか自分の気持ちがこう高まってる時、ポジティブな時の方が曲はあって作れるんですけど、逆だ俺じゃあ。ネガティブな時、自分ネガティブな時が一番歌詞出てきたりとかメロディー出てきます。スタイルはちょっと違うかもしれないですね、作曲作詞。はいはいはい。そうか、それぞれね、アーティストさんごとにやっぱりそのなんかあるんだね、そういうタイミングとか、なんか降りてきやすいこうシチュエーションみたいなとか。でも真逆ってのもまた面白いですね。なんかそれも逆になんかマッチしてるのかもしれないですね。でもなんか一番やっぱ共感したのは歌詞の作り方が、あ、それはあれ、めちゃくちゃ一緒だったんですよ。そうです、ね、例えば、まあ、まず最初に自分たちの経験に背いてたら、背いてたら、背いてたら、自分たちの経験に沿ってなかったら、うん、まずそれは使わないみたいな、そう、歌えない、これ違うわっていう、俺これ違うと思うって言って、じゃあ自分あくまでその全部今までの曲とかって、うん、自分の経験ありきの、完全にそうですね。 あとはなりたい自分を歌うとか、そういうのはありますけど、こうなったらいいなみたいな、歌詞の選び方、あの単語の選び方とかも結構似てて、そういうところでちょっと共感が多かったのもありますね、はいはい、やっぱいろんなアーティストさんとかともこう、はい、あのなんか、ま、仲良くしてたりとかされると思うんですけど、その中でもやっぱもう価値観が、感性がすごいぴったりみたいな感じの、合いましたね、こういう時どう考えてるんだろうとかがなんか伝わってくる、はいはい、すぐ分かっちゃうあ、今絶対こう考えて考えてるなとか、すごいね、感じだったけど、なんかさっきね、ミキが言ってたけど、服が確かに今日のね、お洋服とかもう完全にそういうことなんだよね、合わせてきたんじゃないかなっていうなんか毎回どのライブとか打ち合わせでも何でもいいんですけど、一緒に会うってタイミングがあると、あの服どうするみたいな話をするんですけど、まあえて何も決めずにこう行ってみようみたいな感じで、でまあデュエットのライブとかだいたい合わせなきゃいけないじゃないですか、雰囲気の服の雰囲気とか、こういう 黒と言ってもどういう黒なのかとかするあるじゃないですか、そういうのも全然合わせずに、なんか何も言わずに行ってすごいマッチしてるみたいな、そういうことが何回もあって、それも自分が彼女のそのファッション性というか、なんかそういうところにすごい触発されてて、いやもうね、あの最初出会った時のがすごいダサかったんですよ、今もダサいかもしれないけど今がダサくないみたいな言い方してるけど、で最初出会った時本当なんかただの無地のシャツにジーンズだけみたいな、すごいシンプルな感じだったんですよ、シンプルですね、ただなんかまあライブとか歌う人だったらもうちょっとなんか、なんだろう、あ、それでステージに立ってたんだよ、それでもう本当にそれでステージに立ったりもしてたんですよ、一時、そうなんですね、そっかそっか、そこでまあちょっと辛口なアドバイスで、マジでちょっと変えようみたいになって、やばいよとか言って、もう近くのショッピングとかで一緒に連れてってもらって、選んでもらったりとかして、あ、選んであげて、なんかめっちゃいいお姉さんって感じでね、なんか弟にもちょっと母性がね、そう、母性も感じるんだしね、母性、でーってなっちゃったそうか、じゃあ今今日も少しこうね、あのだってここの胸元に、ここね、そう、2人とも模様があるっていうのが、これあえて合わせてるわけじゃないですか、全然関係なく、私たちこんなに長く一緒にやって、全然違うね、まあ合わない、まあ合わない、会った試しがない、うん、っていう感じですけど、じゃあ今のこうファッションは少しアリさんの感性もちょっとテイストが入ってるんですね、だいぶ入ってると思います、まあそういうの素敵だね、いいなって思う、ちょたまには私にもなんか本当にな, んだなんか彼女自身絵も描くんですよ、実は、とか言ってたじゃん
誰も突っ込まなかった優しいか笑ってくれる、うん、絵を描くのがあって自分 の, その最近出した新しい曲とかも、はいはい、そのアルバムのアートワークとかを描いてくれてたり実はしてて、自分で描いてるんですか。自身に描いてもらったりとかしてて、でその絵がまたすごいいい絵が多くて、うん、いや、うん、いやすいません、なんか買ってあげようか母性、母性出そうかなみたいな。あれ、ジジさんの方が年上なんですか？1個だけ上ですね。そっか、でもそんなに変わらん、ね、でもちょっとなんかお姉さんっぽい感じのね、やり取りが、うん、いや、でも全然ないけど、うん、全然ないのお姉さん感ないよね、でもいや、でもなんか時々感じるけどね、ほんと、あ、なんかお姉さん感出してきてるなと思って嘘、出してきてるのちょっとうざくない？出してきてるのうざくない？出してきてるんだって感じてる時点でちょっとねえ、なんかこう、ちょっと迷っててる時とかってどっちかがこうなんかリードしてくれたりみたいな、そういうのある？迷うのは私の方が多いよね、うん、どうしようなんか、うんうん、多いかもしれないね、うん、俺は結構なんか迷うところは結構日本語 の, その文面書くのが苦手なところもあって日本語の文面が書く苦手、あのなんか、はい、かしこまった文とかって書くじゃないですか、はいはいはい、そういうの結構真面目な、ね、苦手で、ね、はい、すごい得意というか強い強いんですよそういうところむちゃくちゃこう聞いたりしますね自分え、これで合ってる、添削してみたいに言ってもうガチガチのやつ返ってきてすごいなんか意外というか、ね、なんか頼られてるとこそこってなってえーってなってますけど確かにね、うん、まあなんか今 ねネットで探したら結構出てくるよーって言ってみたいなね面白い、なんかお互いにこうなんか、うん、なんか例えば歌のこれからどうしていくかとかいう話は結構真面目にしたりする時期は到来しますね、到来する、やばい、でもそれぞれ、まあ、一緒にねあのステージ上がることもあれば、でもそれぞれでそのイベントだったらいろんなところに出演してるっていうところでなんかね、うん、ですよね、なんかもう家族みたいな感じでやっぱある、うん、本当そんな感じになっちゃうかもしれないです、ちょっとねここで、うん、あの今日実はあの曲をですねお二人お持ちいただいてまして、はい、まずね1曲目は、はい、ジニーさんの方ですね、はい、あ、はい、ジニーさんの方で、はい、はい、こちら1曲目ですか、ですね、次の曲は私の多分ファーストシングルになることになると思うんですけど、はい、ミスターレディという曲を聴いていただきます、お願いします。いただいてる曲はジーニーさんで、ミスターレディーということで、はい、いや、なんかこれは、結構前にリリースされた曲、あ、リリースまだしてなくて、これからですけ、これから予定をしていまして、じゃ結構公開初な感じですよね、はい、なんかそんな貴重な歌をねあのこの曲のテーマが、はい、うんうん、まあ、なんか自分らしく生きて、うん、こう表現していこうみたいな、そういうことを歌ってる曲で、あのなんかなんて言うんだろう、いろいろ迷いとかある人に向けてこう歌ってる曲なんですけれども、まあこのラジオの
テーマが、はい、そういうテーマだということで、まあ、性の多様性であったりっていう意味で、そうですね、うんうん、こちら合わせてもできていただいて、うん、ね、ありがとうございます。ありがとうございます、なんかすごい今までのこうジンネさんの雰囲気とちょっとまた違うような感じの印象を受けて、うそうだね、ね、また一味違うジニーさん、成長した姿、成長した姿と弟が言っております。弟認定入りました。弟認定入りました。人はね、ちょっとえ弟だったのみたいな違いますね。ありがとうございます、はい、まあ、これから発売ということなの で、ね、また公開情報はまたインスタグラムとかツイッターとか SNS で、はい、ぜひ追ってチェックしてもらえたらと思います。お願いします。まあ、今日はですね、改めまして安尾さんのご紹介させていただきます。本日はシンガーソングライターのジニーさんと伊勢さんを迎えしてね、はいはい、番組をお届けしています。まあ、ちょっとお二人のことについて、うん、今日はね、メインでお話をやっているの本当にね、うん、仲のいいっていうのをね、ちょっと、うん、ぜひお届けしたいなということで、うん、そうなんですね。まあ、先ほど、うん、まあ、曲をお互いにその、うん、作るときにこう、はい、ネガティブなときにこう歌詞が降りてくるとか、ね、はい、逆にジニーさんポジティブっていうお話だったんですけど、ね、なんかね、そう、お二人に聞きたいことはね、私いくつもあるんで、ちょっとね、絞って、はい、聞かせていただきたいなと思うんですけど、はい、そう、なんかこうお二人がこう活動、音楽活動していく中で、こうなんかこれは譲れないみたいな、なんか信念ってお持ちですか？信念、うん、信念、大事にしているもの、うん、ございますか？自分あるかも。うん、何でしょうか？そうですね、はい、なんだろう、究極を言うとその人の心に届いて泣かせたいというか、うん、それぐらいの自分のこう歌の力をもっともっとつけていきたいなっていうか、もうその人の心に届くような歌を作っていくのを常に考えたいなと思ってます。伊勢さんは、はい、歌を始めたのっていつぐらいなんですか？始めたっていうとちょっとむずいんですけど、うん、むずいとか言って難しいんですけど、結構ね、普段の伊勢さんの感じが出てても難しいんですけど、多分中学生で英語を学び始めたぐらいに、実は自分母親がポルトガル人なのもあって、外国に、はい、外国に帰ったんですね。で帰った時にこうテレビでもうすごい洋楽が流れてて、でそれ聞いてるうちになんかかっこいいなってところ入ってて、でビヨンセとか、あとアリシア・キースであったりとか、まあすごい有名などこなんですけど、を歌を聞いてるうちになんか口ずさむようになってて、で真剣にでも歌をやっていこうと思ったのは大学の3年生ぐらいからですね。あ、そうなんですね。はい、それまでは別になんか歌でやっていってたとかではなく、ただ好きで歌っていて、はいはい、別にそれが仕事になってたわけでもなかったんですけど、あ、まあ、大学3年生の時にそういう運気が来てというか、はいはい、運気が来て、天気が来て、天気が来て運気が上がって、天気が来て、海外に戻ってたから、うん、今ね、そう、今ちょっとポルトガルにあった、うん、今ね、一瞬ね、そういう天気がまあいただけて、うん、そこからこう真剣にやっぱ考えるようになって、うんうん、そう、大学時代、ね、うん、でも、ね、でもまだ ね、若いですもん、25歳ですね、はい、まあ、そっか、いやね、うん、なんかすごい調子にね、やっぱお話も聞かせてもらってて、うん、あーって聞いてたんだけど、うん、あのちょこちょこあの、うん、訂正をね、そう、訂正するのが面白いなと思って、姉子がね、姉子がね、いやいや、ちょっと待って、ね、そのキャラは定着したくないかもしれない姉キャラはちょっとなんか似合わなすぎて、いやいや、結構なんだろう、ボケとツッコミじゃないけど、うん、いやいやいや、なんか成り立ってますよね。時とたま、時とたまによって次俺がツッコむ番組、そうそうそう、行かないと行けない、揚げ足取り合ってる感じですね基本的にそっか、で、うん、ジニーさんはそのなんかこれはすごい大事にしてるみたいな、うん、あります。そうですね、まあ、自分の歌をあの始めたきっかけが、うんうん、やっぱりなんかそれこそそのなんて言うんだろうな、ちょっと孤独に感じてた時期があったりとかした時に、うんうん、まあ、音楽に助けられたようなことがあったので、うんうん、まあ、そういうことができるような人のなんかそういうポジティブな気持ちにさせられるような歌であったり、うんうん、シンガーのその存在であったりとか、うんうん、そういう風になれたらなと思ってやってます、うんうんやってます本当に。でもあのジニーさんの歌ってこう前から思ってたんだけど、すごくパワフル、うんうん、
で、あのこうかっこいいんだよね、うん、だからこうなんかちょっとへこんだ時とかに聞くとすごいこう元気が出るような、うんうん、嬉しいですね。本当そういう歌を歌われているので、うん、そうやって実際にやっぱファンの方々も多く、うんうん、感じていると思いますし、ありがとうございます。人柄もね、そう、いやいやいや、今だいぶウィスパーボイスだったね、みんな。ウィスパー出しちゃった出しちゃった、ごめんなさい。いや、もうジンジさんの声があのちょっとパワフルだからこそちょっとウィスパーだったかもしれない。ね、バランス取ってでも MC の時、うちら MC すっごい下手くそなんで、私も一斉もえ、そうなんだ。最後の MC がでも、うん、ジンジさんが苦手っていうのはあの聞いてたけど、二、うん、人ともなんですか。二人とも苦手なので、でも俺よりも多分上手いと思う、俺は思ってる、うん。いや、すごかったんだよ、私も。え、どういうどういう掛け合いというか、うん、違うマイクを持ってるんじゃないかなってぐらい、うん、音量がまずちっちゃくなるっていうのと、うすぐ噛むっていうのと、うん、歌の声量がまず結構大きいもんね。そう、あ、ね、歌う時の、うん、そうだね。あ、そういう感じなのね。その逆で MC の時はちっちゃくなっちゃう、うん、聞いてください。こんばんは聞こえないみたいな。そんなちっちゃいになってたなってたよ、昔は。私がニュース読むときと一緒だ。いや、ちょっとそんな MC みたいな、どこまでかしこまっていいのかが分かんなくなっちゃうと、とりあえず小さい子にしようみたいな、うん、よく分かんない、うん、なんかね、ちょっとトーンダウンしてしまって、そっか、やっぱ歌うときって、まあ、こうなんかスイッチ入る、こう役者さんじゃないけど、こうアーティストさんの顔にパってなって、うん、なんか MC になるとちょっと素の自分に少し戻るみたいな感じなのかな、うんね、なのかもね。あとはなんかあの、うん、全国にこう出しちゃいけない素の自分があるので、うん、出しちゃいけないからこう、うん、あ、どこまでこう、うん、セーブしとこうかなっていうのがすごい、で、ちょっと測ってる感じがあって、そう、それで変なスイッチになっちゃうって、うん、ほぼほぼ聞こえないと。そうですね、ほぼほぼ聞こえなくなるって。そういうこと、もうちょっと出してもいいと思う。出しましょう、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 いや、でも面白いね、ライブ行ったらだってそこでしか見れないやり取りがね、そうそう、見れるっていうもの。自分この前、ラッキョウの話しました。うん、やばい、懐かしい。それこそ自分2人で、うん、あのやった初めてのツーマンのライブ、溝の口ってとこでやらせてもらったんですけど、ネオネラさんです。ネオネラすごい素敵な、おしゃれな、そこでやらせてもらったんですけど、そこがその自家製で、すみません、なんかラッキョウの話ここでもしちゃうんですけど、自家製で全部、そのラッキョウも取り寄せてから自分たちで全部、あの数も一から作ってるみたいな、あって、むっちゃくちゃでっかいんですよ、本当に握り拳半分ぐらい。え、そんなにでっかかった。ラッキョウってそんな大きいものなんですね。いや、普通はでもちっちゃい、あのカレーとかによくちっちゃいと思うんですけど、むっちゃくちゃ大きくて、その話をしたらラッキョウただでもらえるっていう、そのもらえたんだよね。もらえた、もらえた。そう、もらえて、すごい嬉しかった。そういうなんか、ただ目に見えたものを言っちゃうのもあって、まだMC の時に、うん、考えて言えないってことですね。いいと思いますよ。いい、うん、なんかそこも含めて、うん、やっぱそのね、それぞれの良さ、うん、魅力なんだろうなって思うから、うん、そこを楽しみに来てるファンの方もね、うん、多いと思うし、いるんですかね、いてくれたら嬉しいけど、うん、はい、ね、そう、需要なんですよ。でですね、ちょっとね、もう一曲ですね、この辺で曲を入れさせていただきたいなと思うんですが、はい、こちらですね、一斉さん、まあ、1週間前に、ついね、1週間前にリリースしたばかりという、ね、曲をお持ちいただいてます、はい、めちゃめちゃいい曲です。ちょっと嬉しい、なんか買ってあげる後で。お返し。じゃあタピオカを、はい、ね、じゃあ託約ということで、はい、では一斉さんの方から曲をご紹介お願いします。はい、はい、それでは次の曲聴いてください。スイートラブ。
お送りしている曲は一斉さんの曲でスイートラブです。はい、いやなんかすごいこう引き込まれる声、 ありがとうございます。いやー、うん、声質がもうタイプです、ね、本当喋、うん、る時の声と全然違うっていつも言われてる。あー、うん、確かにね、うんうんうん、いつも低いって言われます、喋る時、ね、なんかこの曲のイメージで、はい、もうちょっと高い印象なんですかね、うんうんはい、うんうんうん、うん、このスイートラブってでもなんかさっきネガティブな時に降りてくるって言ったじゃないですか、結構これもでもネガティブなとこから始まってる、ね、始まりはそこなんですか。このスイートラブがただ求めてるんだみたいな曲で、実はこれ、うんうんうん、ちょうどその自分が前付き合ってる人と別れた時とかにこう、はいはいはい、その時期にすごい飲みに行ってたことがあって、飲み歩いてた時があって、ちょっと やけ酒じゃない、やけ酒みたいな、うんうんうん、もう一人でも全然構わず飲んだりしてて、はいはい、でそのなんかバーとかで飲んでる時に、うん、あ、なんかこの気持ち別に歌詞にしてみようみたいな思って書いたのがこれ、この曲でして、実は、ただそのタイミングがちょうど自分の知り合いのダンサーの仲良くさせてもらってる子とかがいて、でその子とかと出会ったのもあって、やっぱダンス曲ちょっとやってみたいっていう気持ちが芽生えてて、で今回それで こういうダンストラックというかのに挑戦してみたっていう感じで、はい、新しい挑戦も詰まったね、この1曲ということですね、はい、ありがとうございますね、なんか本当貴重な曲をね今日はお持ちいただいて、うんね、ありがとうございます。でちょっとね、ここで遠くの方にね戻っていきたいなと思うんですけれども、うんはい、ちょっとねお二人にあのもし今ねあのシンガーとして活躍されてるんですけど、うん、もしシンガーの道を歩んでなかったらなんかやってみたかったなこれっていうのってあります、うん、それ難しいですね、自分あります、あります。お、何ですか、ジンさん。あのディズニーのアニメーターです、うん、クリエーター。あー、制作、アニメの制作の方は、もうウォルトディズニーの本社に勤めて、うんうん、あそこの LA だっけ、うんうん、かなんかの本社に通って、うんはいはい、過ごすって生活をしたかったですね。あ、もうじゃあ完全にもう海外、海外のもうディズニーの人になりたかったです、はいはいはい、もう本当ディズニー、そうか、ディズニー大好きなのね。そうですね、もうしつこいほどディズニーよく一緒に歌ってるもんね。ね、だってあのインスタグラムの方とかでもね、歌われたりとかして、そんな、まあ、確かにね、ディズニー本当夢をと希望をね、与えてくれるんですよね。ですかね、もう、そっか、伊勢さんは何かあります？それちょっと自分難しいかもしれない。難しい。ちょうどその1年前ぐらいまでは建築の実は仕事をしてたんですよ。あ、そうなんですか。で、してたんですけど、そうですね、ちょうど1年前の12月終わりぐらいに辞めまして、うんはいはい、そこからもう歌だけやってるんですけど、やっぱなんかどれやっても自分ここに帰ってくるなみたいな思っちゃってて、あ、うん、じゃあもうそれ以外はできない、まあ、やってみたいとかなっても考えられないのか、ちょっと今はないかもしれないです。なるほど、うん、もう来るべくしてこの道を来たって感じです ね、 ね、うん、だけ歌えればね、そりゃそうでしょう。ちょっとタピオカ増量でお願いします。いやもう、うちらなんてね、そんな才能欲しくてもね、うん、ちょっとね、ないですからね。私もね、ほんとそうなのよ。1ミリぐらいでいいからちょっと上げてもらえて、なんかくらい欲しいんだけど、まだ探ってる途中です。ありがとうございます。で、ここでですね、今日はまあもうすぐクリスマスということで、お二人が生で、はい、歌ってくださるそうです。ちょうど来月ですね、ね、生ライブの曲ですね、はい、はい、それでは早速お聞かせいただきましょう。はい、はい、お願いします。
はい、ありがとうございます。いやー、楽しみ。もう最高。もう今渋谷の街に早くもねクリスマスを訪れましたね。いやー、もう鳥肌もんでしたね。この状態であれだけ歌える、うん、すごいです。やっぱり、うん、本当にお二人のライブ本当見に行かせていただきたいです、うん、この、はい、ぜひぜひ、もっと聴いていたい。聴いていたい。今年はもうないんだよね。そうなんです。今年はもうないんですけれども、ちょっとそれこそいろいろ制作期間とか入ろうかなと思っているんですけれども、ぜひね、何かご案内とか本日あったらと思うんですが、これからまあ交互期待という形で、交互期待の曲が何曲かあります、はい、何曲か結構もう出来上がりかけてるの。出来上がりまで8番ぐらい伸びながら、はい、そうしましたらお二人のですね、はい、まあ、あのインスタグラムであったりとかですね、はい、ぜひチェックしていただいて、はい、よろしくお願いします。そうですね、いやー、なんかほんともっともっと聞き足りない、ね、聞きたかったもっと聞きたかった。そう、なんか最後になるんですけれども、はい、あのストレス解消法とかってあったりするんですか。なんかたまりしようかなと思ってちょっとね、なんかありますね、まあ、うん、動画を見るっていう動画 YouTube の動画とか、はいはい、あとはまあホラー映画とか大好きだよね。大好きだよ。ホラー映画面白いですよね、はい、結構じゃあなんかこうわーっていう怖いの見てスカッとする感じ。そうですね、うんうん、あの資料館シリーズとか、あ、大好き、スティーブン・キングシリーズとか好きなんですけど、はいはい、そう見たくなるんですけど、うんうん、一人でお風呂入れなくなる。そう、わかる。トイレも行けないんですよ。分かってんのに見るんだよね。そう分かってんのにね。そう私も見ちゃう。確かに。じゃああんまスポーツとかしない感じですか。スポーツ、あ、その話します。この間そ、うん、それこそ一緒に2人 で、 そうですね、自分がちょっとでかくなりすぎちゃったのもあって、ほう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 、自分運動不足だなって話になって、ジムに行かせてもらったんですよ。行かせてもらった、はい、行かせてもらったジムに行って一緒に2人で、はいはい、一緒にジムに。大変でしたもん。仲良しだな。仲良しだね、本当に。だって動画の趣味もね、なんかさっき聞いてたすごい合うなって、うん、あ、そうだ、うん、そう、ね、どこまで仲いいのかしら、うん、すごい本当だよね。うん、はい、ですね、いやちょっとねお話もともと聞き足りないんですけれども、そうですね、はい、あっという間のお時間でした。またね、ぜひあの、はいはい、お忙しいと思うんですが遊びに来てください。ありがとうございました。それでは本日はシンガーソングライターのジニーさんと一世さんをお迎えしてお送りしました。ありがとうございました。ありがとうございました。それではまた来週もお届けします。またね、バイバーイ。この番組はライフネット生命の提供でお送りいたしました。